はいどうも、おはこんばんちは、岡崎の主です。それでは前回の妖怪プニクイズ正解発表です。正解はおい正解はカブトさんでした。わかった人いましたでしょうか。わかった人、わからなかった人、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは本編やっていきましょう。本日は4月の4日です。大釜ライトが追加ですね。ランク SSS の大釜ライトが追加されたよ。今なら出現率が超アップ。特殊能力は超覚醒フクロウとのおはじきバトルでダメージアップ。うん、ダメージアップか。ただのダメージアップか。いらないねいらないね。一応ですね、私はですね、すべて今回のイベントは終わったと言ってもいいでしょう。なのでこれをゲットするかどうかと言われると非常に悩ましいですね。必要ないよな、全然必要ないよな。で、必殺技が2列の妖怪プニュー消し、ボーナス玉を作る、デカプニュー消すと自身の技ゲージがたまる、だそうです。だそうです。マジか。 Y ポイントアップはついてないんかな。さすがについてるんじゃないの。ついてないの。なんか動きが悪いよ、動きが悪いよ。きた。ダメージ特大アップ。これ今だけなのかもしれませんね。いやー、 Y ポイントアップきてない、意味がない。さあ、ということで、そうだな、どんだけ回そう。20連だけ回しますだっていらないんだもんね。え、皆さんどうです、皆さん欲しいですかねえ。今ならだよ、今ならだからね。ねえ、どうなんだろうね、必要かな。よし、20連いきます。20連で終了です。マジで終了です。出なくてもよし出なくてもいい、出なくてもいいなんてねえ。出たら嬉しいけど出なくてもいい。はい、これは、はい、声が途中で消えてたよ。20連しかやんないんで赤も開けていくよん。ということで出ない、出ない。まあまあまあ、そうだよね。さあ、同じような妖怪たちが当たってますが、はいはい、まあそんなもんです。さあ、次ラストいきます。20連目、もうこれでやんないよ、もうやんないよ。よし、また声が途中で出たいやー、出ないかな、さすがに。さすがに出なさそうだね。はい、残念でした。ということで、今回大釜ライトが追加されましたが、私は今回やらない。まあ20連だけやりましたけどね、あの当たるまではやらないということで、またYポイント稼ぎを頑張っていきたいと思います。まあ今回、そうですね、超覚醒フクロウがゲットできれば、暴走カエラもですね、なんとかゲットできるかもしれません。結構倒しやすいので、暴走カエラゲットできると思いますんで、皆さんぜひ頑張ってください。
それでは本日はこの辺で終わっていきたいと思います。はい、それでは妖怪プニクイズをやっていきましょう。本日の妖怪プニクイズ、こいつだ。ちまー。さあ、今回はわかりやすいかな。さあ、妖怪プニクイズの正解発表は次の動画で発表いたしますので、ぜひチャンネル登録をして待っていてください。それでは岡崎の主でした。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントをよろしくお願いいたします。